フランシスコ・ミニョーネ・フランシスコ・パウロ・ミニョーネは、ブラジルクラシック音楽を代表する作曲家。ビライ・コール・ロボース以降では、最も重要な作曲家の一人とされる。1968年には、ブラジリアン・コンポーザー・オブ・ザ・ヤーに選ばれた。サンパウロ音楽院とミラノ音楽院を卒業した、ミニョーネは1929年に、サンパウロに帰還し、火星の教鞭を取り始める。 1933年には、リオデジャネイロに所在する、国立音楽院に移動。彼は大変な多作家であり、作曲方面は歌曲をはじめ、ピアノ曲、室内楽曲、合唱曲など多岐にわたる。さらに5曲のオペラと8曲のバレエ曲を残した。イタリアから移住したフルート奏者、アルフェリオ・ミニョーネの息子であった、彼は、小路形式の演奏により10歳の頃にはすでに、 ブラジル音楽界に尚うとろかせていたという。13歳でピアニストイコール指揮者として活動し、作曲と演奏で名声を獲得。ミニョーネの作品は大きく考えて3つの作曲機に分けられる。初期の作品群ではイタリアでの影響が顕著に確認され、ロマン派的情緒が顔を出している。 この時期に書かれた第一作のオペラによる還元楽曲は1923年、リハルト・シュトラウス式ウィーン・フィル・ハーモニー還元楽団によってリオデジャネイロで初演された。ミニオーネの多くの楽曲には民族主義的な要素が強く現れている。彼の学友でもあった音楽学者のマリオ・ジ・アンドラージによる民族主義運動に影響され、民謡やポピュラー音楽の旋律、 母国であるブラジルの形式を用いるに至った。1929年から1960年にかけて彼の作風はこの民族主義を特徴とした。この期間の作品にはファンタジアズ・ブラシリラスやバレエ曲マラーカトゥーでチコレイ・レイラウが含まれる。この時期の独唱曲やピアノ曲ではショーロ、モジーニャといったブラジル音楽形式や巡回、セレナーダを想起させる。 バルサスを用いた作品が多い。ミニョーネの音楽は、その叙情性や、色彩強い楽器処理、即興的なスタイルで知名度が高い。初期作品の多くは、調整を持つものの、その後の彼の作風は、副調、無調、セリー処方へと変遷を遂げてゆく。1950年代終盤には、民族主義的音楽から目をそらし、 当時のアカデミックな音楽の流行を求めるようになった。1958年には、技巧的で華やかな処方を駆使したピアノ競争曲を作曲。ミニオーネは様々な形式で楽曲を書く技術を持ち合わせていたため、1960年初頭以降の作品群においては、その折衷主義によって名声を博した。その他の統一的特徴を乱すのは難しい。 しかし晩年では彼の作品は再び元の民族主義へと回帰していった。1964年67歳の時にデュエットを演奏していたマリア・ホセフィーナと結婚。彼女はミニョーネの作品の良き理解者だった。ありがとうございます。